こんにちは、速稼塾の久保です。幸福の科学に入って文章が上手になろうみたいな感じでね、作文のコツというね、こういう風なすごく使える本も幸福の科学さんは出されております。まあ大川隆法さんが監修されてるのかな。まあこういった本ですけども、内容がねとっても良かったです。作文を書くことによって得られる効果についてものすごく分かりやすく示されてますね。で、大人になってからどうやってリーダーシップを発揮するのか、どうやって高い給料と高い地位を占めるのか、それは伝える力なんですよ。自分の考えを表現する力っていうのは大事です。あとね、自分で考える力です。まあこういった冊子もありますけども、本当にそうなんだろうかっていうふうに疑問を持って確かめて、確かにそうだった、いやそうではなかったっていうふうな自分の考えをね、まとめる力っていうのが必要になるんですよ。で、この自分で考えてそれを表現することによって、自分がリーダーシップを取ったりとか、高い地位を得たりとかね、高い給料を得たりとかする、そういうことがあります。その上で人に優しくしたりとか、施したりとか、正確に物事を伝えてあげるってことができるわけですよね。そのために非常にこれ役に立ちますよ。作文が上手になる習慣ね、ブログを毎日書いてください、上手になりますんで。で、小説を読んでみてください、上手になりますんで。いろんな表現や慣用句を覚えることができます。表現や慣用句っていうのを覚えるとね、短い言葉でたくさんの意味を伝えることができるんで、メッセージを伝えるのに誤解が生じないんですよ。で、受け取る時も展開っていう能力がつきます。一つの言葉に対してたくさんの解釈を持って、何が最適かってことを自分で考えて当てはめていくってことですよね。で、そういったことがね、本当に非常によくまとめられて、こういうふうなね、イラスト付きの漫画とかで小学生でもね、読みやすいと思いますよ。はい。で、実際に小学生の男の子や女の子がこうやって参考になったよっていうふうにね、載せてくれてますね。とってもいいですね。だから学校ではこういうことを教わりませんので、学校以上に大切なことを教えてくれるところに行けばいいんじゃないですか。こうやってなんかね、昔のコミックボンボンみたいなノリで漫画が出てます。とってもいいと思いますよ。だから幸福の科学ってね、こういうふうな、なんかこう子供の育成とかにもものすごく前向きなんですよね。まあそういうところはね、素直に私好感を持てます。またいい本届けてください。よろしくお願いします。